さあ、お金を渡すので買い物に行ってきてください。お願いしますね。どうも、シュンズ TV です。普段撮影しているトイストーリールームは隣の部屋になるんですけど、今日はですね、おもちゃにお買い物に行ってもらいたいと思います。久々のお買い物ですね。お買い物なので財布も準備しました。お金を渡して、そしておもちゃたちに買い物に行ってもらいたいと思いますので、とりあえず財布を持って隣の部屋のトイストーリールームに挨拶に行きたいと思います。さて、おもちゃの皆さん、よいしょ、ちょっと財布も一緒ですけどね。おはようございます。今日もとってもいい日が来ました。おお、キャビットとララルーがまたみんなを笑わせてくれてますね。最高。しかも観客も増えてるじゃないですか。とってもいいですね。あれ、カップルたちがみんなすごく幸せそうですけども、このカップルたちはどうしたんだろう。スマイリーロックさん、このカップルたちは今何をしてるんですか。ああ、ハロウィンが終わって次はクリスマスがやってきますね。クリスマスに向けてカップルたちはみんな仲良くしてるんじゃよ。そうだったんですね。そうだったんですね。いや、もうみんなが仲がいいことが最高ですからね。それにしてもちょっと皆さん、ちょっと聞いてください。今日はですね、久々にお買い物に行ってもらいたいなと思います。お財布も準備しましたからね。さて、じゃあ買い物に行くのは、まず、ダッキーと、バニー。イエーイ、やったぜ。俺たちでまたいろいろ買おうぜ。それからそうだな、カウボーイ仲間も行っちゃいますか。じゃあちょっとごめんなさいね、ちょっと引き離すような感じで嫌ですけど、ジェシーとウッディね、2人もよかったら買い物に行きましょうよ。なので今回はこのウッディ、ジェシー、そしてダッキーバニーで買い物に行ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。さて、今日はこのメンバーでのお買い物です。そしてお買い物に必要なのは当然お財布ですね。で、何を買ってきてもらおうかな。もう何でもいいかな。食べ物ね、何か食べ物を買ってきてください。で、この財布ごと渡しますので、中からお金を取り出していただ…あっ、あっ、あっ、マジでやばいぞ。水だ、水を持ってこい。実はこれ普通のお財布ドッキリでした。ドッキリって本当に火が出てたじゃないか。どうやってやったんだ。実は皆さん、今日はドッキリを仕掛けたいと思うんですけども、このお財布はマジック用のお財布です。なので火を出したりすることができるんですけど、当然おもちゃたちはマジック用のお財布なんて知りません。なので突然大きな火が出てきたらどういうリアクションをするのかをおもちゃたちに仕掛けていきたいと思います。特にダッキーとバニーは最近ね、私にドッキリが多いですから、私も負けないようにやっていきたいと思います。いや、ごめんなさいね。これね、まあ、当然ちょっとマジックで使うようなお財布ではあるんですけども、でもね、今日はちょっとドッキリとしてやらせていただきました。まあ、普段からダッキーとバニーにやられ放題なので、たまにはやってやろうかなと思いました。まったく、びっくりしたじゃないか。ああ、もうちょっとで消防ステンチーを作るところだったぜ。それにですね、皆さん、これはあくまでも本当にね、マジシャンが使うようなアイテムですので、皆さんはね、火は危険ですので、絶対に使わないようにしてください。まあ、使わないようにといってもね、こういうのもすごく難しい技ですので、あんまりね、こう、やろうとしないように気をつけてくださいね。私は一応ね、マジシャンでございますからね、マジシャンだからできているわけであって、火を使ったりするのは危ないので、ぜひ皆さんそれだけはやめましょう。いやー、久々に私からね、おもちゃにドッキリを仕掛けたわけですけども、他のおもちゃのみんな、あれ、ちょっと
で端っこに寄ってるの？さっきまですんごい広がってみんなで楽しそうにしてたじゃないですか。なんでみんなで端っこに寄って一塊になってるんですか？どういうこと？どういうこと？あ、そうだ、ポリスステンチ、ポリスステンチ、ちょっとポリスステンチも倒れてますけども、どうしたんですか？シュンさん、火はびっくりしました。我々おもちゃたちにとって火はとても怖いものです。それにこの前ロットに騙されてゴミ捨て場に行った時も燃えるゴミで燃やされそうになりました。なのでおもちゃたちは火がとても怖いんです。そうだったんだ、そうかそうか、ごめんねみんな。本当に今のドッキリはすっごいびっくりするよね。でも安心してね、あのマジック用のやつで、あのマジシャンがやってるのはもう安全なやつですからね。いやー、すっごいびっくりさせちゃって本当にごめんね。今回のドッキリはおもちゃたちにとってはやばかったですね。いや、今回のドッキリはですね、おもちゃたちには本当にびっくりするような内容だったと思いますので、皆さんは本当に火などは使わないように、まあ、気をつけてくださいね。ということでですね、ダッキーバニーたちもとっても驚いておりました。では、またお会いしましょう。さようなら。おいおい、どんな時でも俺がみんなを笑わしてやるぜ。キャビットすごいね。私、ララルーも笑いたいわ。ここにいるみんなを俺が一発で笑わしてやるぜ。キャビットすごいね。そんなことできるのキャビットしかいないわ。この大人数を笑わせられるの本当にすごいと思うわ。整いました。ファイヤーとかけまして、主婦と解く。その心は？どちらも家事が大変でしょう。キャビットすごいね。笑いが止まらないわ。きっとみんなもよ。キャビットです。あー、皆さん、楽しいハロウィンを過ごすことはできましたか？ママ。ああ、そうじゃな、ジェニーちゃん。わしらも昨日はハロウィンパーティーで盛り上がりましたね。次のイベントはクリスマス。シュンさん、サンタさんに去年はバービーのために剣をもらってましたね。あれがもう1年前とは、時間が経つの早いですね。ああ、さて、スマイリーラクとジェニーちゃんのコーナー。ジェニーちゃん、私の家に瞬間移動してください。ママ。ああ、ジェニーちゃんは今度瞬間移動するわ。家の中で不思議なことが起きたらそれは私よと言っていますよ。スマイリーロックさんとジェニーちゃんに質問です。どんなハロウィンの仮装がしたいですか？ママ。ああ、ジェニーちゃん、いいですね。ジェニーちゃんは牙をつけてドラキュラの仮装がしたいと言っていますよ。わしは魔女の帽子をかぶって魔女の仮装をしてみたいですね。スマイリーロックさんとジェニーちゃんに質問です。ボニーは元気ですか？ああ、とっても元気ですよ。わしらはたまに夜中こっそりボニーの家に行ってわしのパートナーに会ったりしてるんじゃけど、ボニーは幼稚園でお友達もできて、ウェンディ先生もとっても優しい先生で毎日元気に楽しくやっていますよ。スマイリーロックさんに質問です。鬼滅の刃を知っていますか？ああ、とても流行ってるみたいじゃな。わしは知っていますよ。いろいろとパソコンで見たりしました。ママ。ああ、そうなんじゃな、ジェニーちゃん。ジェニーちゃんや他のおもちゃたちは鬼滅の刃を知らないわと言っていますよ。わしは知識豊富なので知ってますけど、他のおもちゃたちは知らないみたいじゃな。ああ、皆さん、今日のドッキリはびっくりしましたけど、皆さん日はくれぐれも注意しましょうね。またお会いしましょう。